こんにちは、ベルギー楽しもネットのヤスです。今日は2020年9月20日、日曜日です。今日は、ブリュッセル市内は1日ノーカーデーということで車を走らせてはいけません。ここは、シューマンというロータリーのところなんですけれども、ここにあるのは EU 本部があります。すごいスピードでツーリングしてますね。街に入るためには車が入れないように閉鎖をされていて、で警察の方が、車一台一台チェックしてます。 EU の中心的な建物のベルレモンという建物がこれ でここから、街の中心に行きましょう。たまに車通るんですけど、こういう車は特別に許可をもらっている車か、あるいは救急車か、パトカーか、あるいは路線バスかタクシーかっていう感じですね。でそれ以外はこの街中を車は走れません。すごいスピードですけどね、この自転車もね。10時半ですけれども、今日この時点でもってここを通過した自転車が412台ってなってますけれども、もっと通ってるような気がしますけどね。どうなんでしょうかね。テレビ局の人が自転車の人にインタビューしてますね。どんどん自転車来ますけど、これが街の中心方向です。本当に車が全然通ってなくて、ここ本当に車多いんですけどね。普段はなんか気持ちよさそうですね。ジョギング気持ちよさそうだな。なんか、ね、私もジョギングでこうやって撮影すればよかったですけどね。あ、子供がすごい勢いでこっちに来ますね。気をつけないとね。家族連れがすごく多いですね。もう家族に1台ずつ自転車があるみたいな感じですけれども、それもねちゃんとした自転車ですよ。あ、またまた子供の自転車が。こちらの方では家族が多分2家族ぐらい集まってやってらっしゃるんですかね。お子さんも多いですけれども、ちゃんとした自転車ですよねこれね。まあ普段こういう街の中心の公園に自転車で来れるっていうのはちょっとねなかなかないので、まあ今日みたいな日は気持ちいいですね本当に。通常毎年このブリュッセル公園で結構イベントがあって、屋台が出たりとかコンサートやったりとかいろいろあるんですけれども、まあ今回のノーカーデーはやっぱりこう新型ウイルスのせいもあって、ちょっとね場所を区切ってやってるみたいですね。行こうかなと思ったんですけれども、何かすごい行列になっててちょっとね行けませんでした、残念ながら。正面が王立美術館ですね。ここが、坂を下っていきますけれども、芸術の丘ということで、あ、今これは警察車両だと思いますけれども、すごいサイレン鳴らしてますね。まあ普通こういう車道を通って歩くなんていうのはできないんですけれども、さすがに今日は車通ってない関係で、もう車道も堂々と歩いてしまいます。正面、遠くに先の尖った塔が見えるんですけど、これが町の中心グランプラスの市役所の塔です。そしてこの右横にあるのが、この建物がアールヌボー様式の建築で有名な楽器博物館として使われている建物です。この坂の上から、グランプラス市役所の塔の方向を見下ろすのが、これまあパノラマポイントというかね、写真のポイントなんですけれども、普段ブリュッセルに生活している人もどこが写真のポイントなのかっていうのが、ね、よく分かってないと思うんですよね。でこういうノーカーデーとかで自転車や、あるいは歩いて街中を改めて回ってみて、あ、ここ綺麗だななんていうことでね、写真を改めて撮る
一般のブリュッセルの人たちなんかも結構いると思うんですよね。ここでもね、自転車降りて写真撮ったりとかしてる人がね、何人かいますけどね。さあ、グランプラスまで降りてきました。まあ、いつもと違うのは自転車の家族連れが多いっていうことですかね。なんかでも今日のグランプラスはすごく色鮮やかな気がするんですけれども、ね、普段と同じはずなのになんかちょっとこう感じる印象が違いますね。今日のグランプラスは正面の塔のある建物はこれは市庁舎、市役所です。そして王の家があります。さて、今日ノーカーデーの小便小僧の衣装はどうかということで、期待して見に行ったんですけれども、全然ノーカーデーとは関係ない服を着てまして、で説明用のパネルには、今日じゃないですね、9月の21日明日ですけれども、それが世界平和の日ということになっていて、でそれにちなんでヒップホップというふうに書いてありましたけれどもね、ヒップホップって、ね、なんか平和の象徴ということなんですかね。小便小僧ってマヌカンピスって言うんですけれども、それがマヌカンピースっていうふうに今日は書いてありましたね。家族連れがいっぱいです。自転車ですね、みんなね。あんなにたくさん自転車でみんな街の中心に行ってましたけれども、一体どこに行ってるのかなと私は思いましたが、わかりました。ここいっぱいいましたね。ここに、これはサンカトリーヌっていう地区で、ベルギー の, ブリュッセルの一般の人がよく食事に出る一角なんですね。でそこに行ったらまあ人がたくさんおりましたよ。もうみんな自転車持ってて、で座って食べてる人はどっかに自転車を立てかけてっていう、そんな感じですね。でびっくりしました、たくさん人がいたんで。今時間は12時半ぐらいなんですけれども、まあ、ちょうどお昼時ということもあって、このサンカトリーヌはやっぱり人が多いですよね。メールドロードっていう魚屋があって、この正面ですけれども、これ魚屋なんですが仕出しをやっていて、ね、その場で食べられるっていう、そういうこともあって、でよくエビのコロッケとかも人気なんですけれども、もうね並んでますよね。で、レストランではないので立ち食いしなきゃいけないんですよね。こう道端で食べるんです、みんな。こんな感じでもう並んでますから、この辺りも。メールドロード以外にも、いろいろレストランがあって、まあ、イタリアンとか、あとラーメン屋もあります。本当に日本のラーメンのようなね、ラーメンを食べさせるそのラーメン屋なんかもあります。右側が聖カトリーヌ教会。まあ普段こんなにちょっと自転車ないですけれども、やっぱり、ね、ブリュッセル市内いろんなところからみんな自転車で来てるんでしょうね。ちょうど朝自転車に乗って、で、一旦休憩という、そういう時間帯だと思います。このブルーの垂れ幕のあるその内側がメールドノードが使ってるんですけど、普段ねこういう垂れ幕ないんですよね。もう本当にオープンスペースなんですけど、一応ねなんか仕切ってるみたいですね。まあ、天気もいいし、のんびりゆっくり今日一日を過ごそうかなっていう、そんな感じのノーカーデーですね。サンカトリーヌ教会がこの右側です。年に1回実施される、ノーカーデーのひとときでした。では